はい、のみさん、こちら、3月、今日が15日か、日曜日、動画撮っていきたいと思います。なんか、かわいいな。カニ刺さるのかな、虫に刺さるかな。暇つぶしなんで、ね、ネゲージフォーメーションの方見てたら、加藤がね、面白いものを製品化しましたんでね。今回はそれを含めて案内していこうかなと思います。おっと？トミックスから火の鳥出るんだ。あ、あの赤い車両か。全く知らんかったけど、あ、昨日上がってたの、しかも昨日なんだ。昨日この時間は俺ゴロゴロしてたね、家の中で。いや、昨日出かけようと思ったら、なぜか関東マジで雪みたいなの降ってきやがって、おかげでニートは吹っ飛んで丸くなるっていう状況だったんでね。まあ正確には動画午前中撮った後、お昼寝しまして、起きたのは3時でございまして、まあそっからニートは吹っ飛んで丸くなるだったね。まああんまり雪のせいでもないですけど。まあ、とりあえずね、そんな感じでございましてね。加藤から、しかも、京都駅店限定ですね、いつものごとく。今年の春発売予定なんで、もうおそらく来月か来月ですかね。まあ、春って言ったら一般的には3、4、5? かなと思いますね。まあ、一応今回、デゴイチ840の、デフなしっすね。水田機関区の、まあ、水田第一機関区の、まあ、通常品と、テンダーライトの点灯加工品ってことなんでね。まあ、一応2種類出ますと。テンダーライトってどこSL を知らないから言えること。とりあえず今回ね、デゴイチ840のナンバープレートを取り付け済み。で、デフレクターが取り外され、手すりが取り付けられた姿を再現。側面ランボードに白ラインが、表現。で、前面のなんか、標識灯も再現。で、後部にアンドルカップラー40装備、交換用ナックルカップラーと10連用。で、10連用のナックルカップラー付属ということですね。テンダーってあるかな、ケツの部分でいいのかな。まあ多分、テンダーって言ったら、多分あれですね、おけつの部分でいいと思うんですけど、おけつってか、淡水車？あれ違ったっけ ?SL テンダーで言ったら出てくるかな。確か淡水車のケツの部分だったと思うんですけど。多分そうだよね。てか、そうじゃないの？SL。SL テンダーで検索してみよう。あ、そうですね。淡水車なんで、まあ、ケツの部分か。そうですね。おおむねケツの部分で合ってますね。多分これですね。まあ、これちょっと Google にあったデゴイチ49っぱな写真なんですけど、多分テンダーなんで、ここの上の一等型のところがライト光るようになるのかな。多分そんな気がしますね。まあ、面白い仕組みですね、これに関しては。まあ、一応ね、今後、まあ、なんか、テンダーライトのね、点灯加工も、一般的に怒られんのかな？わからんけど。まあでもそうですね、これが普通にね、通販とかで、まあ通販って言うからね、ネットで注文してね、まあ普通のデゴイチ4キッパーとかにも全部できるようになったら、これはありがたいっすね、個人的には。まあそんなところでございますね。というわけで、こっちからね、カットのホームページで行きたいと思います。てか、まあ正式にはこっちから行くとね、京都店も全部アクセスできますんで。まずホビーセンターアクセスかけるか。そしたら京都にもね、飛びますんで。京都駅店。あ、これがデゴイチ840のスイタ第一管区デフなし。で、これがそうですね、デゴイチ840の、デフなし、まあ、スイタ第一管区と。あ、そうですね、テンダーってさっきの部分合ってましたね。まあ、淡水車の上の部分が、まあ、つきますと。ほうほうほう。で、テンダーライトのテント加工に関しては、デゴイチ840特製品発売後、ご予約順に順次加工ます。発売日当日の発送やお引き取りはできません。テント加工終了してご連絡をいたしますという感じですね。だからまあ一応、この今回の予約に関してはね、まあ発売してからね、順に加工するみたいなんで、まあしばらくかかるみたいですね。まあ1週間か2週間かちょっとわかりませんけど。まあ税抜きで25,300円。そうなると、253。まあ、税抜きだと大体22,800円ぐらいか。まあ、面白いっすね。まあ、3000円でね。まあ、約3000円で。まあ、テンダーライトがね、つくようになるんで。まあ、安いか高いか、まあ、必要するかもしれないですけど。結構、この加藤の京都駅店限定で買ってる方多いんですかね。まあ、ちょっと俺はわかんないかもしれないですけど。そして戻りましてね。
加藤の方、アッシーパーツのね、データが出ておりますんでね。うん、なんか面白いのもある。まあ、とりあえず、アッシーパーツ見ながら行きましょうかね。まず、デーテンの方から行きましょう。デーテン吸収仕様ですね。おすすめに関しては、これが過去に発売された2両セットのやつってあると思うんですけど、今回のおすすめアッシーパーツが、補修用改造用におすすめですと。まあ、ボディ買って、ナンバープレート買って、手すりエンドビーム金買って、で、団地型のカップラーセットと、まあ、動力台車か。まあ、買って。わからん。いまいちわからん。まあ、そうなると正直、2両セットの方が、まあ、そこまで暴落っていうのはしないと思いますけど。まあ、そうですね。一応、まあ、トワイライトの、なんだっけ、断輪か。あと、まあ、七つ星とかもね、引いてますんでね。個人的にこれは面白いんですよね。まあ、そんなところですかね。で、もう一個の方が、レッドベアですね。227系の方。こちらが、セット付属の全面規格表示。3両セットが、これですね。R 普通で岩国。で、こっちが C 普通で伊藤崎。Y 快速でヒロト。で、2両セットが、R 普通で岩国。あ、失礼。こっちが、あ、そうか、合ってるか。あ、そうですね。これ3両いきますね。で、2両セットこっちですね。糸先で、これ、ここが R 普通で、秋亀山でいいのかな？ちょっと画像、画質がないんで面白いですけど。まあ、そんな感じですね。まあ、そうっすね。まあ、そんなところっすかね。まあ、これがちょっと俺、まあ、西日本の管轄なんでちょっとわかんないんで申し訳ございませんね。で、今一番面白いのここにありますね。直営店限定で発売。予約受付中。これちょっと欲しいな。3月の13金曜日、おとといか。おととい情報が出てますが、4月発売で来月ですね。加藤の直営店にて予約受付中。ホビーセンターかと東京と、どこだ？加藤。多分、協定起点か。京都オンラインショップ。まあ、ここの3カ所で。数量限定につき、予定数に達し次第順次受付終了します。ちょっとこれ欲しいですね。あ、だからスタンダード S なんだ。ホビーセンター加藤の落合のね、建物が、5周年にね、まあ、リニューアルか、リニューアルし、あ、もう5周年経つんだ。それもまあ、記念して、まあ、パワーパックですね。しかも何が面白いかと、今回スタンダード SX じゃなくて、昔の S でやるんですね。一応ここ、注意書きありますけど、まあ、今回これスタンダード S なんで、別売りの N ゲージ用の AC アダプターと H 用の AC アダプター、ご使用になれませんって書かれてますね。まあ、そうですね。あのアダプターって、所詮SX 用のアダプターなんで、パワーパックスタンダードですってね、パワーパックと下に、ケースの中にコンセントが入ってますんで、アダプターが。まあ、だとしてもこれ1万円か。あ、ちゃんと AC アダプター付属って書いてましたね。むしろ付属してなかったら俺切れるぞ。これは欲しいな。なお、本製品は昨日店舗オープン時よりご予約を受付いたしますと。で、予定するように達し次第受付終了時は、その場合、店頭バラスでご了承くださいと。で、まあ、1万円で正直パワーパックを買うかっつったら、一般の人買うのかな。まあ、一応これ今回ね、まあ、試作品っぽい画像なんですけど、まあ、試作品なんですけど、外枠が金色のメッキ加工で、ハンドルが銀色のメッキ加工。で、オリジナルの、まあ、ここのプレートですね。まあ、ここの、建物内の、まあ、ビルと、まあ、ケーキの車両を、まあ、見渡せるように作る感じでやりますと。まあ、これ SX で作ってくれたら買ったんですけど、スタンダード S がここまで加工されて1万って考えると、約2個買えますんでね。確かスタンダード S が定価1個4000円ぐらいだったはずなんで、確かそうだった気がするな。ちょっとこれ、ホームページ見てみるか。上戻って、製品リスト。製品情報検索で。これで多分出てくると思うんですけど。これが最近の SX か。で、昔のやつ、あ、出てきましたね。スタンダード S、国内向け電源付き。確か定価、そうですね。まあ、定価4500円ですね。だから、ほぼ倍か。あれ、税込みじゃねえ、税抜きだよな。そうですね、税抜き1万円なんで、まあ、ほぼ倍なんで、そうなると、そうか、スタンダード S でもいいのか。
てかむしろ俺スタンダード S しか持ってないんですよね、加藤のパワーパックは。もう俺 SX 買おうかなと思ってずっと焦るってたら、まあスタンダード SX って何が高いかって、本体とは別にアダプターを買わなきゃいけないんで、めちゃくちゃ高いんですよ。本体が約6000円、アダプターが3000円だっけ。あ、違った。本体が4200円で、アダプターが2000円ぐらいか。俺、関連製品にせめて書いておけよ、ここ。オーマイガー、書いてねえや。もう、めんどくさいな。まあ一応別売りなんでね。ちょっと、これでも関連製品が載ってるの一番めんどくさいな。あ、製品情報から。パワーパックでやったら出てくるの？ここにアダプターって入れるしかねえか。まあ出てきましたね。N ゲージ用の石アダプターこっちか。ださっきの4000円の本体プラス、そうですね、アダプターが2000円しますんで、まあ約6000円か。あ、じゃあ思ったより安いな。俺てっきり本体でほんと5、6000円し、アダプターでも3、4000円すると思ってたんで。そう考えるとそうか。まあ、本当にあの SX が1個買えちゃうのか。まあ多分一応定価が4000円の2000円なんで、約6000円。で、2割引きで買ったでしょ。まあ、おおむね多分税込みで、まあ5000円、6000円、まあ5000円、500円ぐらいか。そうなるとそうですね、2個買えるんですね、SX が。SX2 個買えんのか。うわ、悩むな。まあ、どうなるんですかね。1万円。まあ、物好きっつったら申し訳ないけど、買う方はいるんですかね。まあ結構パワーパックって正直中古のショップ、まあ中古、ポポンデッドとかでも中古で売ってるんですけど、結構ね、あの動作確認古いやつ、あの2ハンドル式の古いやつとか、ああいうのって動作確認しなかったりして売られてるんで、下手すら故障っていうのもあるんでね、まあパワーパックは絶対新品で買った方がおすすめなんですけど、個人的には。まあただね、動作確認されてますよっていうのがあればね、まあ中古で買ってもね、全然問題はないんでね。まああれなんですけど、まあでも欲しい気もするけど、落合か、4月だろう。4月って落合行く予定だったっけな、俺。生産予定表。そうっすね、4月は今のところ、HO ゲージでパックマンの機関車トーマスが出るんだ。へぇー。欲しいな、機関車トーマス。まあ、それ置いといて。でもそうですね、一応今現在4月はないっすね。まあ、デュープレックスが5月なんで、多分、モーター関連のパーツは発売が5月になりそうなんで。ナックルカップラーも全部5月。この辺も全部5月か。こうやって見ると、ほんと、外車結構あるんだね。俺、加藤のこの外車買ったことないんですよね。まあ、外車って言ったら言い方きついかもしれないけど。まあ、そっか、デュープレックスも外車だもんな。まあ、とりあえず、加藤のいつもの2桁3桁じゃない製品番号。まあ、頭が2桁のやつ。デュープレックスなんかあれはもう10でハイホンないですけど、まあ、約5桁番号なんでね。ちょっと加藤のホームページ飛んで。こっちから生産予定表行った方が早いな。3月発売予定の足パーツは、お、ユーズル発売されたんだ、そういや。そうなるとあれだな、なんだっけ、カプラーとかのパーツ出てんのかな。あとはそうっすね、そんなにないっすね、3月は。で、4月だとしても、ないっすね。で、5月はまあデュープレックスなんで、まあ製品発売後、まあ多分台車だったり、まあモーター台車だったり、モーターパーツだったり、多分その辺のね、まあ床下とかの足回り部分になりそうなんでね、多分足パーツは。そうなるとそうっすね。行く用事がない。山手線も俺、そうだな、これ加藤が出すと思って俺潰しちゃったからな。ヘッドマーク好きだっけ確か。なあ、これ加藤がトミックスが出すと思ったら今だけ出てこねえんだよな。まあ、700系が出ると思ってたら、そっちの餌が当たっただけでも上出来なんですけども。まあ、上出来ではないかもしれないけど。あ、でもそうですね。6月はアケボナが発売されますんで、そしたら足パーツ欲しいっすね。ちなみにあんまりね、動画で何の足パーツ欲しいかって言ってると、それめちゃくちゃ買われたらちょっと危ないんで言えないですけど。一応これね、あれ？俺なんか間違えた足表出した。なんか間違えましたね。
ユーズル押したはずが間違えて、75の方の足パーツのやつ押しましたね。で、俺何が足パーツ欲しいかっていうと、これが欲しいんですよ。カヤ24とかの、前面のカプラパーツですね。これが欲しくて、で、あとは、どれだっけな。あ、でもそっか、これユーズルだからちょっと違うな。そうですね、ちょっとカヤなんで違いますね。まあ、俺が買ったやつ多分25型やつ用なんで、そうか、ちょっと違うのか。で、これも全面カプラーパーツって言ったら配管がないやつなんで、その配管パーツは別アクセスか。そうなると最近北斗星も再生産ねえから、ちょっと困った。ちょっと困りましたね。データ出したかったんですけど、ちょっと出ねえな。あとの C パーツってホビーセンターからアクセスかけるかっけな。インターネットショップ。あったあったあった。で、オプションパーツで、あ、間違えた。C パーツで。出てくるかな出てこない方が怖いんだけど。まあ動画の尺的にまだ16分ぐらいで大丈夫ですね。まあ今日午後までね、俺動画ないんで。あ、出てきた、出てきた。で、ここで客車用で、あるかな、在庫。どれだっけ。やべえな、客車でやったから全部出てくるな。しょうがねえ。絞り方もあんまりわかんねえから。あ、でもそっか、カプラーでやったら絞れんのかな。絞り方がわからんじゃん。まあ、245件もある。結構多いね。このカプラーで絞ってみたけど、うまく反応する。あ、したしたした、反応してくれた。これでカプラーに絞ったけど、全部のカプラー出てきちゃった。ダメだ、使い方がいまいちわかんねえ。あ、でも94件しかないんだ。で、これ N ゲージしかないんだ。まあいいでしょうかね。このまま下に行くか。多分そのうち出てくると思うんですけど。ここ全部ボディか。ああ、この辺だ。ああ、でもそれカプラーパーツしかないな、全面用しか。これも違う。これも違う。あ、これっすね。カニ24とかの全メガプラセット。で、これのね、お羽2タイプもあるんですよ。確か、どっかに。あ、ちなみに、ハヤブサのボディとかまだあるんだ。あ、床下もある。ちょっと欲しいかも。落ちちゃ行こうかな、久々。なんかあったんですよ。ずいぶん前に一回買ったらね、あるだけ買って、いつだっけな、一番最初に行った時、いつだっけな、みなとみらい線かな。みなとみらい線を買いに行った時に、店員の態度が悪くて、で、その時に買ったら、全部売り切れてて、で、その時、ある程度買ったの、全部買ったんですよ。で、寝台特急に使ってたら、また足りないからっつって、中央線の、左派の4両セットの増結がさばいた時に、ライトユニットとか全然買いに行ったら、売り切れ状態だったんですよね。それで結構欲しいなと思ってて、まあその後行ってないんであれなんですけど。そうか、ここ、オハネフで絞ったらいいのか。
検索。お金筆やったらだいぶ絞られますね、多分。だいぶ絞れた、本当に。あ、でもそうですね、ないっすね、ボディとかしか。床下パーツ、ボディ。これが一応か。わからん。あ、これだ！オハネフ24ジャンパー戦 B 黒。これが、これと別パーツでなんかカプランの床下セットみたいなの買って組み合わせると、全面に使えるんですよ。そうか、在庫あんのか？買いに行こう。そうですね、在庫あんならちょっと行きてぇな。あ、青頃もちゃんとあるんだ。なんだっけ、東京から西に行くやつと。確か東京から西に行くオハネフの、オハネフの、全面ホロって確か、ほとんど青だったはずなんで。あ、でもこんだけあんならほんとマジで一回行こうかな。パワーパック買いについでに。で、多分しばらくし行ったら多分在庫切れとかって面白いことになると思うんですけど。あ、でもそうっすね。ほんと、ハヤブサのボディとかイカシャもちゃんとあるんですね、まだ。へぇー。あ、これはでもいいな。まぁ、ちょっとこの辺は様子見ていきましょうかね。まぁ、とりあえず一応、さっきのパワーパック、やべ。オンラインページ戻っちゃったから。オンラインページ。LED の室内と取り付け済みなんかあるの？それはちょっと個人的に気になる。あ、でもめちゃくちゃ高いっすね。トワイライトミズカーが10両で5万か。あ、でも C57 のテンダーライト付きもあるんだ、ちゃんと。あ、でもそうですね。この辺に関しては自分で室内と組み込めるから、自分で買った方が多分相当安いっすね。これは一応戻るとして。あ、でもとりあえずはそうですね。今月に関しては、まあ個人的にはそうですね。金色のパワーパックがちょっと面白いかなっていう気はしますね。あと、なんかイベントなんねえか。うわ、すげえ雪じゃん。なんだこれ、ただ店紹介か。3月8日、先週か。へぇ、2階に修理カウンターなんかあるんだ。知らなかった。てか、俺が行った時多分なかった。経過年数などの理由により修理ができない場合もない。おし、昔の TGV 修理しみようかな。さすがに冗談ですけど。まあ、そうっすね。まあ、これは別にイベント案内じゃないからいっか。それにするしよって。まあ、でもそうっすね。このパワーパックはちょっと欲しいかなっていう気もしますね。個人的に。あ、こっちがあった、あけぼのが。あけぼので紹介した方が早かった気がしましたね。これですね。オハネフ24の床下。で、このジャンプ線パーツと、カプラ、床下のカプラパーツで、まあ、ここはね、綺麗に引き締まるんですけど、まあ、基本的なオハネフだけは、まあ、これ使って、で、他のオハネとかの一部に関しては、俺こっちのカニのパーツ使ってるんですよ。まあ、ほんとオハネフオハネフはいいんですけど、まあ本当にね、お金方まで来てたんですけど、在庫がなくて、カニからぶん取ってるの来たんですよ、一時期。まあ、半年以上前か。いつだっけな、俺落ちて言ったの。多分、ミナズムライジンが発売した時だから、多分、ちょうど去年の今頃かな。ああ、発売されたんだ。ちょっとめちゃくちゃ欲しいんだよな。これ確かね、5個入りかなんかなんですよ。だ正直に言うと俺ね、これが、もともとカプラーパーツが組み合わされたやつで欲しいんですよ。あった、足、ダウンロード。ただのダウンロード出てる。まあでもこのパーツね、まあ普通にオハネフ25だったら、ここのね、まあちょっとこれか、まあさっきの画像出した方が早いか。まあ、これね、あれなんですけど、まあここのね、オハネフ25の100番台とかだったら、ここの部分、まあカットしてあげたらね、つきますんでね。まあ、俺それカットして、でまあ爪をも折っちゃって、で接着剤で固定とかでもね、まあオハネとかオハネフも全然いけますんでね。多分その動画俺してねえな。今思ったら多分してねえぞ。1年前だからしたっけな。した記憶がないぞ。
まあ、ちなみにこれね、マイクロ S の車両にも、俺使いましたんでね。ちょっと、マジで部屋の模様替えさっさと終わらせてな。新幹線も探したら出てこなくて、悲惨な目になってるんですよね。まあ、そんなところでございますね。まあ、一応これぐらいがね、一応今現在のデータですかね。おそらくあとこっちの方は、俺が案内した加藤の製品化情報等だと思いますので。加藤じゃない、トミックスか。そうっすね。ちなみにトミックスのデータこれ直ったのかな？前回これ動画で案内した時に、三陸鉄道のどっちかなかったんですよね、データが。あの、釜石の方が。ちなみに6号のデータもずれてたんでね。それも直ったか、ついでに見ましょうかね。これ山手線か。で、北斗星の基本 B のオハネフ、オハネ、オハネフ、オハネ。12系客車。あ、6号。あ、直ってますね、6号の方のデータは。これ前回ね、からしとあの、下関が逆になってたんでね。で、あと、釜石の方のデータは。釜石の方のデータは未だに入ってないっすね。まあ、しょうがねえな。まあしょうがな。まあまあまあ、別にいいけど。どっちみち買わねえことにはなったから。まあ、そんなところかなと思いますね。まあ、パワーパックもし買ったらね、お披露目しましょうかね。まあ、俺昔から使ってたトミックスのパワーパックとかも、まあ、トミックスのパワーパックあれ全然正常に動くんでもないですけど、あの、多分ずいぶん昔から、あの、動作確認とかでお披露目してた、あの、加藤のパワーパック。あれ、本当に、あの、なんだっけ、パワーパックのあの、アダプタの部分がぶっ壊れかけてたり、マジでちょいちょい危ない気がするんでね、買い替えてえなと思ってたんですけど、まあ、スタンダード SX か、上天灯機能もついてるし、ちょっとまあ、ヨドバシとかね、ポポンデッタで見てて、まあ、新品でどっちか安いのが映ったら、ちょっとはね、買おうかなと思いますんでね、すいませんが、お待ちください。というわけでね、一応今朝の7時なんで、これで終わりしてね、まあ、午後はね、競馬の予想動画、1本撮って、まあ、この後ちょっとね、暇なんで1本撮るかな、すいません、ご了承ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。